ギフトありがとう。そうちょっとね朝15分しかできんかったけん入りました。清卒に会いたかった？来てよ来て欲しかったよ。そうリアルお話し会ありがとうございました。楽しかったです。あ、めちゃくちゃ可愛かった。ありがとう嬉しい。ありがとう。そうだよ GC 見納め次会った時は JK だから。ありがとう来てくださった方ラブツン。すごい初めましての方もめちゃくちゃ多くて嬉しかったです。もちろんいつもましての方もありがとうたくさん言ってありがとう。そうでお話し会の後にこの場を借りて言いたいことがあるんだみたいなイベントに出たんですけど写真集のことについてお話しさせていただいて、であと ST48 のファーストアルバムが発売決定になりました。すごいすごいよね。すごい本当に楽しみ楽しみ。念願のねファーストアルバム。あ、ほらありがとう。ね、楽しみです。アルバムいつ発売？6月5日水曜日です。6月5日です。そう、今日のさ服めっちゃ可愛くない？ちょっと可愛い。待って立てれんけどこんな感じです。桜のワンピースでこんな感じです。こんな感じでした。そうなんですよ。ありがとうギフト。そう中学校卒業と高校合格なのでそれも兼ねて桜にしました。ありがとう来てくださった方ありがとう。どういうこと？あ、イベントで？エリオさ、おらんかったよね。もうさ、はけてさ。どういうことだし？わからないです。春らしくてとても可愛かった。嬉しい。ありがとう。まだ関東にいるの？もちろん。控え室にいます。控え室です、今。まさに。そう、桜桜ひらひら舞い降りて落ちて。今日のリオちゃん史上最高に可愛かったでしょ。今日は超可愛いリオツンで清卒でした。ありがとうギフト。あ、リアルリオツン可愛かった。ありがとう嬉しい。
今日は風が強いね。あ、風強いの？なんかさ、あんま外出てないっけさ、わかんない。ありがとうギフト。ギフト。いつも可愛いからなって。嬉しい、そんな。あ、そう、あのニューウェーブのさ YouTube のショート動画にさ、真顔にらめっこのやつが載ってた。やっと載ってました。結構前に撮ったんですけど、やっと出ましたね。帰り虹が出てたけど、リョウツ見れた？いや、会場からまだ出てないから。そう、終わった後もずっと控室にいたので、今もだけどね、外出てないから見えてないよ。桜も綺麗だけど、リョウツンが一番綺麗だよ。嬉しい。でね、ファーストアルバムが発売決定したんですけど、あとあのそれぞれメンバーが好きな歌詞っていうのがこうなんか出されて、リオはヘタレたちよの頑張れって言葉、これ以上言いたくない、だって君は十分頑張っていること知っているからっていう場所にしました。でもなんかいっぱいありすぎて、好きな歌詞がもういっぱいあった。あ、今日は楽しかった、ありがとう、嬉しい、嬉しいよ、ありがとう。そう、このバッテンはね、下にこういうバッテンになるキャミソールを着てて、可愛くしました。あ、大きな虹が出てたの？そうなんじゃん。ほら、ありがとう。今日初めて来ました、ありがとう。またお待ちしてます。そう、好きな歌詞もいっぱいあって、でそのアンケートがあったんですけど、第一候補、第二候補、第三候補があって、だからあのどれが選ばれるか分かんなかったんですけど、あとはね、夢力のね、夢力の、最高のゴールを見ようぜ、そう絶対に絶対に叶わない夢なんかない、諦めなきゃ演じは動きを、も好きの歌詞も好き。僕が好きな歌詞は誰とも被らなかった。そうなんじゃ。何が好きなの、みんな何の歌詞が好き？可愛い、嬉しいね、もういい歌詞多すぎ。ほら、ありがとう。やっぱり鉛四つめっちゃ可愛かった、嬉しい、ありがとう。そうそうそう、被らないように、あの第一候補、第二候補、第三候補がありました。チュ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 、今何時だろう、今何時、そうね、大体ね、あ、7時40分、ありがとう、教えてくれて。あ、ほら、ありがとう。そうで、
何だったっけあ、言いたいことがあるんだみたいなイベントで、その写真集のことについて話したんですけど、なんか一人一言みたいな、どんな写真集にしたいかみたいなのをこう言ったんですけど、そう言いました。あ、奇跡という名のストーリーの歌詞好き。もういい曲ばっかりだよね本当に。あ、もうペダルも最高だしね。ね、ニレもいい本当に。ありがとう。今日のリオツめっちゃ可愛かった、嬉しいやったー。息をする心ね、いいよね。もういいよね本当に。もう全部いい、全部良すぎる。何何の何の歌知らん。え？何それ？知らない。あ、リオちゃんめっちゃ可愛かった。ありがとう。嬉しい。リオちゃんありがとう。え、そう、今日初めましての方がすごい多くて、東京公演2月のさ時にさ、東京でさ僕の太陽公演やったじゃないですか。でその東京公演で気になってきましたって方がめちゃくちゃ多くて嬉しかった。そうなんですよ。リオツはまた肌白くなってなりましたか？え、そうなの？白い服着てるからじゃない？分からんけど。でもなんかさっきリコチさんが、リコチさんとお話しして、リオツんってブルベって聞かれて、でリオブルベ夏だから多分、だからはいって言ったら、え？なんか血管の色とか似合う色とかいろいろある。何のブルベだよ。え、やっぱり一番は似合う色だけど、何色が似合うとそういう色なんか、ブルベは青とかこうパキッとした色、赤とか青とかなんかそんな感じで、イエベがオレンジとか、なんか茶色とか淡い系のやつ。え、私さ、なんかさ、パキッとした色がさ、あんま似合わないのブルベって言われるんだよ。なんか、ブルーの明るい色と暗い色がどっちも似合うから、その真ん中の色だけ、だからなんかそのどっちもあるんじゃないっていう。でもファーストとセカンドがあるんよ。そうなの？うん、うわちょっと分からなかった。そう、なんかセカンドとかあるけん。だからホールピックとかは青、何かが混じった色は青、何か青、赤、黄色またリアツドラブラブしてありがとうで、さっきの話の続きなんですけど、でそのリコシさんがブルベって聞いてくださって、ではいって言ったら、え、だよねみたいな、なんかめっちゃピンクとか似合うし、なんかブルベだと思ったみたいな言ってくださって、
え、私何べかなって言われて、リコシさんに。でこう血管の色を見て、多分ブルベですねそんな分かんないけど、え、そうそう。でもなんかこうめっちゃそのちゃんとこう調べてくれるところもあるらしくて、そこに行ったわけではないから正確ではないんですけど、リオもブルベナッツとかわかんないけど、でも一回行ってみたいかも。そのちゃんと診断してくれて、あなたは何々ですって言ってもらいたいかも。そうだからリオは結構こうパキッとした感じの色が合うんですよ。逆になんかオレンジとか茶色とかなんかベージュとか、なんかそういう系はあんまり合わない。緑とかも合わない。今日は楽しかった、ありがとう、ありがとう、嬉しい。あ、ありがとう。そう、でも難しいよね、なんかパーソナルカラー。自分で似合う色、似合わない色あんまり出さない。あと骨格もさ、あのちゃんとしたとこに調べに行きたい骨格ストレート、ナチュラル、ウェーブがあると思うんですけど、なんかちゃんリオはね、ストレートとナチュラルのミックス、うん、多分。え、そう、骨格診断したことないけさ、ちょっとしてみたいよね、行きたい。いい人、ありがとう。正直リオツは何色でも似合うと思う。ほんと優しい、ありがとう。あ、ほら、ありがとう。そうなんですよね。初リオツの撮影してきました、ありがとう、嬉しい。また待ってるね。でもこのジューマミシングル最後のリアルお話し会で、中学生リオツの最後のリアルお話し会だったんですけど、本当に楽しかったです。10枚目リアルお話し会、いっぱいみんなとね会えたり、しかも10枚目シングルからこうリアルでツーショット会が、ツーショット写真会が始まったから、それもね初めてだったので、すごい楽しくて、みんなとの思い出がたくさんできました。できた、ハッピーハッピーハッピー、ハッピー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 、うん、ネコミ、ネコミームリオツン、リオツンネコミーム、ニュミニュミニャマニャマニュミニュミニャマニャマニュ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 送ります。あ、初見さんありがとうございます。中学3年生15歳のリオツンこと岡村リオです。ぜひフォローしてください。 ありがとう、ギフト。そうなんですよね。
チュ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 ルチュルチュルチュルル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 不意に出会えるだろう強い人気取る癖がついたのはみんなそうあなたのせいよ実はリオットの悪い顔も好きだからな話題に行く来てないありがとう悪い顔好きってなんか面白いんだけどおもろい悪い顔好きっておもろいな言いたいことのイベント一瞬すぎてびっくりしたそうなんよねもうさ一瞬でさありがとうございましたって言ってさちょはけていってさはけていってさちょっと気まずかったよねファンのみんなもさもう終わりみたいな感じでさちょっとなってたからさそうなんですよでもこうで全身見れてのよかったあ確かにねだってさお話し会はさなんか柵があるけんさ上半身しか見えんもんね全身かわいいフリフリなんですよ全身なんかさ画面ぼやけてるなんか画面ぼやけてる気がするんやけどぼやけてるあ治ったぼやけ治ったぼやけぼやけてたよねさっきまでありがとうギフト。あ、ファースト。本当じゃ。ちょっと変えますね。ファースト。STM 早く握手会になってほしいなそうでもさ握手会したことないけんさいつ復活するんかねね気になる握手会いつなるんじゃろう握手会ねなんかね、今日さ新しい靴を履いたんですよちょっとカメラを切り替えますじゃーんどう
どうですかね。そう、新しい靴、そう、この、あのこのワンピースに合う靴を新しく買って、そう、このなんかベルトのとこがさ可愛くなってる。そう、ベルトのとこが可愛い。初見さん、ありがとうございます。中学3年生15歳のやつのことはカメラリアです。フォローしてください。そう、新しく買ったんです。え、可愛いよね。そうなんです。あ、めっちゃ可愛い。嬉しい。嬉しいよ。靴まで見ることないからな。確かに確かに。ありがとう、今日話しかありがとう。また待ってるね、嬉しい。ありがとうございます。あ、アイライナーが、アイライナーが消えかけている。消えかけているよ。でね、ピンもつけてたの。なんかさ、ピン迷ったよね、どれにするか。なんかゴールドもあって、ゴールドのピンをこう同じ感じでつけるか、なんかピンクのちっちゃめのリボンをこうポンポンってつけるか迷ったんですけど、ゴールド、あ、間違えた、シルバーにしてみました。シルバーにした。で、このベルトがね、シルバーだからシルバーにしました。綺麗な着物？着物じゃないです。普通のワンピース。え、着物に見える。どう？かわいい？そう、シルバーピンにした。そう、桜見えるかな。桜です。桜ひらひら舞い降りて落ちて、桜桜今咲き誇る。ゆうた、ありがとう。あ、初見さん、ありがとうございます。中学3年生15歳のゆうつんこと岡村りおです。フォローしてください。わー、かわいい。ありがとう。ね、え、でもさ、広島さ、桜見てないよね、全然。いつ咲くんじゃろう。え、桜ってさ、普通、通常だったらさ、何月に咲くんかな。え、そう、まだ見てないよ、リオ桜。一個も見てない。え、お花見行きたい、お花見。お花見行きたいな。お花見行きたい。去年は今頃もう咲いてた。そうなの？今年は開花が遅いってこと？桜。もうリオツンが咲かせてある。そうだね、そうですね。東京五分咲き、あれ、五分咲きってさ、半分咲いてるってことかな。え、夜桜好きだよ、好き。嬉しい。あ、初見さん、ありがとうございます。中学3年生15歳のやつこと岡村リアです。フォローしてください。え、そうなんですよね。お花見行きたい、行きたいよ、お花見。え、お
お花見したい。あのシート引いてさ、お弁当持ってさ、お花見したいな。小さい頃よくしてた。なんかお花見、おばあちゃんとかと一緒に、おばあちゃんとかと一緒によくお花見してましたね。え、そう、広島城の桜めっちゃ綺麗なんよね。え、リオさ、行ってからさ、写真撮ったのさ、前メールに送ったことあるんじゃけどさ、めっちゃ綺麗だったよ、広島城の桜。あ、今日ありがとう、温まってる。そう、え、スペイベいいじゃん。スペイベでお花見、え、やりたいやりたいやりたい、え、スペイベでお花見やりたいやりたいやりたい。お船のイベントの頃には咲いてるかも。え、もうそんなに早いってこと？そろそろなんじゃ。あ、初見さんありがとうございます。中学3年生15歳のリオツンこと岡村リオです。ぜひフォローしてください。今何時だろう。あ、8時2分、ありがとう教えてくれて。てかさ、今日のさ、お初んポストなんですけど、リオは1個載せたんですよ。普通にいつも通り載せたのに、なぜか怖いことになんか2個連続で載ってて、同じのが。本当に怖い。で、なんか消そうと思ったんですけど、1個でもなんかみんながあのいいねとかコメントとかもしてくれとるけん、どっちにもね、2つともにこうしてくれとるけんさ、じゃけんあんま消したくなくて。そう、みんながね、せっかくコメントとかも書いてくれたから。そう、でも本当に怖かったんですけど、謎に同じのが2個載せられていて。怖い。え、でさ、 AKB の17期研究生、あ、昇格されたんよね。ね、17期生の畠山のぞみさん、のんちゃんさんが、あのリオの今日のお初んポストをいいねしてくださってて、そう、のんちゃんさんがいいねしましたみたいなのが来て、通知に。そう、のんちゃんさんがいいねしてくださってた。ね、雑そう、バグってたんよね。そう、ホラーが起きました。これ大丈夫？え、かわいいですか？そう、のんちゃんさんがいいねしてくれてた。あと、りねたんさんもさ、いいねしてくれてた、今日のお初。嬉しい。のんちゃんと会ったことあるの？え、1月の後半ぐらいに AKB さんと STU の 2.5 期でコラボ配信みたいなのがあって、だからあります。あります。そうなんですよね。自分もいいねしてこようかな。え、ステイオいいね。いいね、ステイオ。耳つきました。てかさ、お話し会のさ、6時間目ってさ、何時くらいに終わるんじゃろう。何時くらいに終わるんかな。マイキューと話した。え、マイキューさんと話してなくて、まだ。え、そう、写真撮ってもらいたいんですけど、ちょっといつものさ、あの
いけない癖、あの今言っていいのかなって毎回考えちゃうから、ちょっとタイミングがつかめなくてまだ話してないです。でもね、千穂さんとココアさんと写真撮ってもらいました。千穂さんとココアさんと写真撮ってもらって、そうで、千穂さんとは結構お話できて、そうできました。千穂さんで、なんか千穂さん髪染めたじゃないですか。でめっちゃ可愛くて、可愛いですねって言って、え嬉しいって、えなんかリオツも似合いそうみたいな、髪染めるのえ何色が似合うと思いますかって聞いたら、ピンクとかじゃないって千穂さんが、千穂さんがピンクとかじゃないって言って、ピンクですかって面白い。あ、木の柿からひょっこりはんの写真よかった。あ、昨日の夜嬉しい、ありがとう。朝の2つともいいねしてきた、嬉しい。遠慮つん、そうなんですよね。なんか今行ったら迷惑かなとか、タイミング大丈夫かなとか、なんかすごい考えちゃってあ、6時間目20時40分まで、ありがとう教えてくれて。そう、えね、マイハさんもさ髪染めててさ、すごいギャルだった可愛い、似合ってた。マイハさん、しかも今日マイハさんセーラー服だったじゃん、すごいギャルって感じでした、かわいい。それで、そうなんですよね。それで、あの、本当にいなり寿司が美味しくて、ハマった。美味しかった。めっちゃ美味しいいなり寿司だった。これね、小さいよ。いた、ありがとう。ゆうちゃんツーショットとお話会ありがとう、ありがとう来てくれて、またお待ちしております、嬉しい。じゃあ10分までしようかな。なので7分ぐらいになったら男女見ます。今何時？今何時かな？今何時だろう？あ、え、もう10分なの？もう10分なのね。壇上読みます。13位、ポムさん、ありがとうございます。12位、ライリーさん、ありがとうございます。11位、あやさん、ありがとうございます。10位、鈴鹿さん、ありがとうございます。9位、ホリちゃんさん、ありがとうございます。8位、小山っちさん、ありがとうございます。7位、まゆえかみおしデーブさん、ありがとうございます。6位、チョパーさん、ありがとうございます。5位、レオタンさん、ありがとうございます。4位、ラクラクさん、ありがとうございます。3位、ヒイラギさん、ありがとうございます。2位、メタボさん、ありがとうございます。そして1位は、ドゥル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 ルッパン、カープ好き石くんさん、ありがとう。ありがとうございます。明日は夜配信の予定です。ちょっとスクショしてみたい。え、でもそれがさ、ちょっとまだ手伝いするスクショ
はい。てか、コメント読んでなかったね。全身無理かも。そう、ちょっと映せないかも。確かに、顔は映んないけど。ジュルルルルルン。ジュルルルルルン。それでは配信を終わりたいと思います。今日は10枚目シングル最後、中学生リオツン最後のリアルお話し会ありがとうございました。来てくださった方ありがとう。それではバイツーン、ありがとうございました。この後メール送るので、あと X も載せるので見てください。バイツーン、ありがとう。